はい、こんばんは。モデル兼写真家の木梨郎です。全国でタレントとモデル活動をしてます、なるちゃんです。はい、今日はまたゲームをしましょう。はい、はい、何のゲームでしょうか。その名も30秒お絵描きのコーナー。その名の通り30秒でお絵描きしたらいいんですね。はい、お題を言ってそこから30秒、はい、以内に。どっちがうまいか。そうですね、 OK です。わかりました、まあ、視聴者の反応があのリアルタイムで来ないんで、まあね、その辺はコメントいただけたら嬉しいです。はい、コメントで、どっちの方がうまかったとか、はい、あっちのあれはひどすぎたとか、そうね、そうね、もらえたら面白そうですね。多分おそらくなるが画伯やと思うので、いい意味の、うん、うん、いい意味の、わかりました。はい、はい、ではまず一つ目のお題、うん、まずこれを分かりやすいように、はい、ででん、アンパンマン、アンパンマンからいきましょう。はい、ではじゃあこのアンパンマンを30秒で描くの。30秒でそんな言い方え、30秒で描くのって。描くの、はい、なので、はい、用意スタートでいきますね。押してくださいね。はい、わかりました。それでは用意スタート。30秒やろ。そう、30秒ですよ。なんか今日の女のほっぺたアンパンマンみたいだけど、うん、いつもタンタラタン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 。これよ、あのあれよ、雨の日にさ、うん、グラウンドによく木で描いた、うん、木の枝で、木で描いた、あ、木の枝でグラウンドによく描いたな、うん、なるほどね。できた。早っ。もうちょい描きなさいよ。それ30秒時間あるんですから。どうやったっけ。体とかも描いてみなさい。終わりでーす。このアラーム何。え、 お化けか。え、これアラーム鳴るの。アラームの音ですよ。これもともと iPhone についてんの。うん、 iPhone の SF っていう音です。いや、ホラーやん。どう、いい感じでしょ。 SF って書いてるとホラーやん、確実に。なんかね、 SF ってなんか銀河でしたっけ。はい、サイエンスフィクションという意味です。あ、そうなんですか。はい、ちょっとあの違うお題みたいな感じでやめてください。まあね。え、なんか SF ってなんか私めっちゃ宇宙の世界の話だと思ってたんですけど。まあだから宇宙にも入りますよね。SF なんで、まだサイエンスフィクションなので。サイエンス、ま、科学の。科学の作り話。なるほどね。ファンタジーとはまた違うの、そういうことですよ。ファンタジーは何ですか。ファンタジーは冒険やから。へー。だからロード・オブ・ザ・リングとかハリー・ポッターとか魔法とか出てくるでしょ。はいはいはい。あれは科学じゃないじゃないですか。はい。だからあの辺はファンタジー。でスターウォーズとかは宇宙船とかでやってるから、うん、あとバックトゥーザフィーチャーとかね、はい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 、未来って過去じゃするでしょ、はい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 、あれはだからまだ科学でできてないから。え、科学でできてるものが SF？ うん、逆に逆にまだできてないもの、まだできてないものが SF ですか。はい、へえ、はい、話が添えたところで趣旨ね。はい、では行きましょう。アンパンマン。え、これ発表してどないするんですか。ちなみにどっちが似てるかっていうのを、コメントでください。はい、どっちがうまいかね。似てるんじゃないね。うまいか。うん、わかりました。まあ、アンパンマンでね、アンパンマンなんでね。アンパンマンね。ちょっと言えてなかったですけど。はい。まあ、最初なんで、ここはまずね、簡単なんで、これはあの、例みたいな感じです。はい、行きましょう。せーの、ドン。ドーン。よいしょ。どうでしょうか。コーツちょっとつけがたい感じかな。まず横。に書いたんですね。横に書いた。横向き。そうそう、横向き。はい。どう？どっちが似てるんですか？はい。どっちが似てますか？なんか顔、ちょっとなるのやつ見して。顔光ってません？めっちゃ。顔、え、何が？アンパンマンの自分の顔が確認せんでいいね。光ってるやん。え、だからなんか変じゃないですか？変じゃなくて光ってるの？この子は。嘘。ね。ねって言われても。俺マントまで書いたからね。ほんまや。まあどっこいどっこいちゃどっこいどっこいですね。ね。じゃあ。アンパンマンはね、もう。まあ王道っちゃ王道ですもんね。まあ、まあそこは視聴者に決めてもらいましょう。うん、はい、はい、じゃあよかったら、アンパンマン、まずはなるちゃんとしろちゃん、どっちがうまかったか、概要欄にコメントください。はい、概要欄じゃないけどね。あ、なんていうんですか。概要欄は俺、コメント欄で、あそこ。あ、コメント欄か。はい。あ、概要欄はなるたちの SNS を載っけてるとこか。俺らが切れてるところね。はい、わかりました。次こっち行くんでしたっけ。次、はい、こっちですね。はい、ではあのタイマー SF のままでいいですか。ね、いいですよ。はい、わかりました、はい、準備をしておいてね。はい、では次第、2問じゃないわ、2つ目の、お題2問やないか。
クイズじゃないから2問。あ、そうかそうかそうか。この2つ目ね。はい。はい。ゴジラ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 。あの恐竜の。はい。おお。恐竜、うん。怪獣ね。怪獣か。はい。あれ恐竜じゃないんですか。でも話さらすのやめてほんま。あれ恐竜じゃないの？恐竜は昔おったものね。あれ恐竜のなんかこう絶滅した人ね。人じゃない。人なんかな。絶滅した生物ね。恐竜は。ああ。怪獣は人間が作った、ね。あれもじゃあ SF ですか？サイエンスファンタジーになるんですか？あれは科学じゃないからね。あ、そっか。どっちかというとファンタジーの方ね。ああね。はい。ありえない世界？はい。ほう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 。え、あれ、まあもうこれ以上言わんときますわ。進めへんからね。まあね。趣旨。あれ、そうなんや。違うんや。はい、めっちゃ恐竜やと思ってた、ね。あれは怪獣です。怪獣っていう分野があるんですね。分野。分野っていう。SF という分野ね。ファンタジーという分野ね。違う？もう、やりましょう。はい。はい。難しいけど30秒で OK ですか？はい。はい。30秒でいきましょう。はい。いきますよ。はい、あ、言って。よーい、ゴジラ。はい。よーい、ゴジラ。まず、くちばしが尖ってたんかな。くちばしが尖ってた。くちばしなんかないか。あ、待って。もうなる、今、一筆書き目でちょっと良かったかも。マジで。うん。勝ちましたわ、これ。マジで。うん。すごいうまい。あ、かわいい。愛嬌湧く。かわいい。愛着か。かわいいゴジラ書いてますか？うん。うん。うん、じゃございません。いいかも。え、早っ。終わり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 。ちょっと待ってちょっと待って。じゃ書くなよ。時間止めろって。ほら止めて。はい。じゃ何でもかなって。見たよ。はい。はい。よし。これはなる買ったんちゃうかな。ちょっとね30秒は意外と短すぎてアンパンマンの時と全然ちゃうなと思って。かわいいで。かわいいで。いきますよ。はい。いっせーのでドンでね。はい。いっせーのでドン。こんなね、息って真面目に書いてもダメなんですよ。いやいや。どう？自分が下手くそなの何フォローしたの？うまいね、でも。でしょ？こんなリアルによう書きますね。もうちょっと行きたかったな。でも。何これ？ゴジラですよ。恐竜でしょ？あ、怪獣でしょ？うん。尻尾ない。尻尾ないね。うん。かっこか。ええー、じゃあ次出すね。あかん。はい。はい。どっちがうまいでしょうか。第2問目ゴジラです。もうその場合はどっちが面白かったでしょうかって言ったらよかったのにね。面白かったでしょうかでいきますか。いやそれだとこっちになるやん。まあね。はい。わからへんですよ。どっちの方がうまかったでしょうか。コメントください。意外ともう時間経つの早くなっちゃってるね、はい、そうですね、もう8分ぐらいはなってるので、うん、そうですよ。ちょっとね、追いかけコーナーは、うん、あのもっとやっていこうかなとね、面白いですよ ね、ちょっといろんなパターンもちょっと考えれてますので、はい、はい、あと30秒が多分いい感じですよね。言ったでしょ30秒、うん、意外と急いで書かなあかんからこそこう低クオリティにもなり、うん、そこの中でもね、うん、どんな絵ができるかっていうのが楽しくないですか。これね、でもずっとやり続けてたら、うん、書くんめっちゃ早くなってくるかもね。もう10秒ぐらいでもう今30秒で書いたやつができたりとか、うん、ね、あるかもですね。だからそのうちさ、ま、思ったけど、うん、あの色紙にこんな普通の紙じゃなくって、うん、色紙に何かの絵を描いて、うん、視聴者プレゼントとかしませんか。いいんじゃないね、うん、難しい、めちゃめちゃ難しい話題でやってもいいし、ね、そうそう、サインと日付と書いててもいいですし、今回のは別にもプレゼントしなくていいですか。今回はまあちょっと低クオリティすぎるというか紙も紙なので、はい、うん、まあまあ次回ちゃんと用意してやってみましょうか。そうです ね、なんかちゃんとできるときはちょっとプレゼントにしていきましょう。はい、はい、ということで今夜も見ていただいてありがとうございました。はい、私たちの SNS の URL が概要欄に載っているので、はい、よかったらそこからフォローしてください。はい、あといいねとチャンネル登録もお願いします。そしておすすめ動画はこちらとこちらです。よかったら見てください。はい、それでは皆さん、いい夢を、いい現実を。おやすみなさい。木下でした。なるちゃんでした。